あんなことはないよね。全部なくなるっていうのかな。メーカーさんもそんなこと来るとは思ってないから。そうですね。子供たちが目指せる最大のフィールドっていうのができたわけじゃないですか。はい。始まりました。本日の人脈解放宣言。今日はですね、三重県の志摩。こちらでスケートボードショップをやっております B7 さんの森本ファミリーを開放いたします。こちらでございます。こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。お元気そうで。はい、店長。はい。じゃあ B7 のボスであられる、はいはい、あの森本です。森本俊夫です。俊夫さん。でその息子さんで B7 イーストショップのスタッフ兼ライダーの森本太斗と申します。よろしくお願いします。素晴らしい。素晴らしいな。いや、いいですね。上手ですよ。はい。滑舌が悪いのでいかんな、2人とも。もういかん。滑舌が悪いのでいかん。今年で B7 何年目でしたっけ？これね、26年。いや、すごいな。これって、この、まあ、皆さん遊びにちっちゃい子とか来てるじゃないですか。はい、これ最高の教育ですよね、この環境って。年の差もやっぱありますし、はい、そういう意味ではなんかいいっすよね。なんかいろんな年の人とこう、そうコミュニケーションが取れますからね。学校じゃ無理。無理です。じゃないですか。そうそう、塾でも無理じゃないですか。はい、で、痛みを覚えたりもするし、はい、ね、まあ、付き合いも、ね、人と人との付き合いとか、そうですよね。一番大事なところじゃないですか。ね、勉強できても分からないですよ。変な人が多いからって、はい、親に教えてもらえないこととか、はい、そうですよね。この先生は教えないって、はい、それは教えてます、はい、やっぱりそうだけ、ね、一番どういう風にしたら、あの、はい、大人の人は喜んでくれるとか、そういうのを教えない転がし方ね、いいかっつって転がし方、はい、やっぱ大事ですよね、そういうのね。大事です、生きていくのは。ですよね。で、相手を喜ばせることって、もう基本中の基本じゃないですか、はい、まあ、それをB7 では教えていると。まあスケートボードを通じて、はい、スケートボード以外でもそうですけど、まあ、グルーヴもね、感じられますからね。まあ、でもいいよね、あんまりこう年の差なくというか、はい、ちゃんとこう締めるところはこうきっちり締めて、やりながらみんな仲良くしてますね。はい、で皆さん、あの、礼儀正しい方多いじゃないですか。じゃあな、そうですね、僕らも、まあ、来ておはようとか、はい、あの、いらっしゃいとか、はい、そんなんで帰るときはまたねって言ったら、はい、お疲れさん、お休みって。だ、そのそれをこう流れが全部こうなんか流れが分かるよ、分かってきたんだ。そこをずっと毎日一緒に言われるから、あ, ありがとうございますとか、こんにちは、人に会ったらこんにちは言わないかんでって言って、それはもうみんなこんにちはって言う人がいるから、はい、言わないかんで、みんなこんにちはって、いつまでもこんにちはって言う、知らん人でも、はい、まあ、この今のこの世の中で、ね、そんな人、はい、昔なら他人と喋るなって、あの、昔は他人とみんなわーわーわー、いやいや、やってました、やってました、挨拶してもらったじゃないですか、はい、あの、もう喋るとなんかやばいみたいなね、そう、何年か前からね、ありましたよね、まあ、人が泣いとったらもうほんとに言っとけみたいな、ああ、そうやな、今なら昔ならもう泣いとったらどうしたんやつ、うっと、で、行きました、どこ行ったんやつって、はい、ね、お母さんどこ行ったとかね、はい、まあ、無理なんですもんね。今だって言ったら、あの、不審者扱い。そうそうそう。ピッチが取られてる。いや、そうそうそう。PTA のメールで回されてる。いやいやいや。声かけられたって。いや、変な時代っすよ、本当に。でまあ、ここでは全然バリバリ。古き良きっていうね。はい。で、その、かまあ、かっこいい方が、あの、そういうことができるっていうのを見ていって、またそれに憧れるじゃないですか。はい、そうすると、かっこいい人に憧れるから、真似したくなるじゃないですか。そういう人たちを、あの、育成されてるような気がします。あ、ありがとうございます。希望です。
スキンシップがなんかすごく、ね、肩組んだり、はい、つってもすごくあのなんかあったらもうよくやったっつったらもうハグしたり、はい、あそれは確かにな、自然にそういうことがあるからな、いや抱かれに行きますからね、だからあも求めんね、おーみたいな、やったなおいみたいな、やっぱりそれは、それ塾とかではないもんね。塾でそれやったらいきまずいか。気になる僕はって見られる。いや、そうですね。そうそう。それはまずいか。変態がいるぞ。そうそう。学校できやんか。そういう意味ではちょっといいよね。なんかちょっとこう。親にもされたことが多くて。多分、そういう人も、ああ、でもどうだろう。高い高いところもするじゃないですか。はい。とんでもなく高く高く上げるんですけど。あ、あの、高すぎる高い高いよね。こんな顔しますよね。大丈夫かみたいな、俺受けたから心配してた、はい、ちゃんと受け止めてる、大体ね、あの高すぎて、はい、こういうふうにロケットマンみたいに置いてるわけで、頭が重いから、ふっとね、そうクッション使ってね、小物屋から始まったんですけど、はい、そこからあのそこに来てたお客さんが、はい、あのスケートやってたんです、はい、でそういうスケートボードも、まあ、その当時だったらカリスタとか、はい、ロックサイズとかそういうところに通販に買ってたんですね、東京で、はい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 、でもまだそれどこどことにやってた、はい、まあ、そういう東京で通販で買うんです、はい、で置いてくれって言われて、はい、そこからです始まったのが、そうすると何年前、これ何年前、僕が小学校3年生の時なんで、はい、9歳、ここ僕9歳の時に、はい、あのできたところなんで、はい、考えると27年前ぐらい。おお。起き始めたって考えたらもうちょっと前やんな。そう。だから僕が1年生の時って考えたら28年前とか。28年になってくるんですかね。93年ぐらいってことやな。そうそうやな。もういろいろ今のあのまあブランドっていうか皆さんメーカーさんとかが、はい、まだちっちゃい時でした。まだ皆さんがまだそんなにでかくやってなくて。はい、でカルチャーとしてまだ。いやもうこれ大。何期になったんかな、これしようかな、第2期の前とかじゃな、僕はあんま詳しくないから分からんけど、そう1期はもう特に終わっててもう一遍沈んで、はい、そこから第2夜が来た時じゃないですかね、スケートボードがこう、はあはあ、ちょっと盛り上がり始めた時じゃないですか、第1期って何年くらい、あれ、いつなんですか、全然僕は多分ちっちゃい時の方だと思うんですけど、そうそう、僕も何歳なんですか、僕も60です、今61ですね、もうちっちゃい頃に第1期、いやそう、僕小学校とかの時ちっちゃいあのこういうふうなあのスケートボード乗ってましたから、はい、あ、それちょっとそれちょっと違うんじゃこれ乗っとったスケートボード、お茶目っすね、お茶目っすね、これさ多分あれやな、だちっちゃい頃やろ、あれ横山のダウンヒルしたんだけど、ロックダウン G ボーイズの前じゃないですか、そうか、いやいや、そんなの前だよね、それが第一期ではないや、第一期じゃないかもしれない、あのそこはね、知らないだ、多分それ計算してたら1970年、そう、70年ですね、そうなんかな、70年代なんかな、60年代じゃない、60年代 だって60年生まれですもんね、そうか、1960年ですから、じゃあ60年代後半ですぐらい、後半の時にあのスケートボード、あのここら辺でもここら辺には売ってなかったですけど、はい、はい、日本には入ってきて、はい、もちろんそうそう、いやこちらのコーブってあの丘の上に行ってですよ、はい、保養所とかいっぱいありますから、はい、そういうとこ行って左坂にこう置いて置いて、もう根性試しですね、誰がどう込めるかなです誰も教えてくれないんですね、誰もそのテレビなんかは全然やってないですね、はい、こんな田舎ですから、本数がなかったから、はい、それやばい、怪我しまくるみたいな感じです、へえ、まあ、それでハマってしまって、全然ハマらなかったですね、あいたみたいな、根性試ししてるお店とは関係ないです、はい、遊びでやってて、はい、でも本当にそういう風になったのは、はい、あのまだそんなのまた流行ってるんやみたいな感じで子供らがいっぱいやってましたから、はい、でよく店にその小物屋やってた時に、はい、あの買いに来てた連中に、はい、うん、ここでもあの置いてほしいみたいなことから始まったんですけど、はい、まだ流行ってんやそんなんつって、はい、で町の需要があったんで、あのなんですかね、その本当に一部の人間だったんですけど、はい、はい、もう置いたるわっつって、聞いてみようってことで、はい、そこからです、
それが今のこの場所ではない。違うですね、駅前で。駅前でされてて、はい、で、このもう日本離れした、この環境は。駅前を何年かやってたんですけど、駅前で。はい、その前にあの木で作ったものを道に置いたりして遊んでたんですけど、ね、ええ、警察がよく来たり。はい、全然あんまり気にせずにやってたんですね。まあまあつって、まあ、そこでやめてほしいとかね、なんかそんなんつって、まあ、そういうのがありでも、はい、もう息子もやり始めたり、はい、息子も本当にちょけてやってたんですけど、それ小学生の、小学校は最3年生の時で、気がつけば家にボードがあって、そうですね、運動神経もの悪いんで、あ、そうなんですか。本当にあのやっやってる兄さんらについて行って、そのスケボーを乗る真似をしてただけだったんですけど、へー、はい、ほんでこっちへこの、まあその廊下の子にその場所を提供するっていう意味で、はい、で、ここをやり始めたんやな。そう、このパークとかはいろいろ関東にあったんやな。そう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 、そ全然なくて、はい、その当時あのもともとその大金でいっぱいパークを作ってあったんですけど、はい、あ、そうなんですか。はい、その日本中に、それ全部もう閉鎖とか、はいはい、もうやめてて、はい、でそこからもう何もなくなった時点でもう一度みんながこう復活し始めたところです。はい、それ第2期が、第2期だと思います。それがその時にあのなんすかね、そう東京でも、何か所かにパークができたり、はい、でまあ九州とかもできたしな。結構ショップさんがあの併設でパークをやられるっていうので、まあそのコンテストとかもやっぱり毎年サーキットであったんで、そういうところをこう点々とみたいな感じで全国戦っていうのがあってですね、はい、自分もそれがきっかけでスケートボード始めたんで、小学校4年生の時ですね、はい、26年前、はい、26年前、僕ができた時、はい、だからまあずっとこうアップデートアップデートで、なるほど、あの昔の原型がありながら、今の形に なった形、はい、ですかね。ですね。もう今だとあれじゃないですか、国内からもいらっしゃるし、まあ、今ちょっとコロナですけど、あれあの海外からも、そうそう、メーカーさんはもう初日に行きましたから、ね、まあ、見せたい場所ですよね、ここは。はい、初めて来た時衝撃だったんですよ。本当にここ本当日本なのかなって。ベタベタの日本ですよね。どういなやつですか。すいません。いや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 。もうあの昔東京のやつが来た時な、プロが来た時に、はい、秘境って呼んでましたね。いや、はい、こんなところ。ああ秘境な、確かにな、秘境ですよ、はい、秘密にしとこうみたいな、余裕を宣伝しといてくれよって言ってたんですけど、いや、そうですね、内緒にしとくよ。持続しないといけないですからね。でも、本当その当時、まあ、関東連中がしょっちゅうデモとかで来てくれたりするのも皆さん、はい、メーカーのメーカーさんのあっての、はい、本当に皆さんが協力していただいて、はい、ご意味になったんですけど、その時にもみんなが来てくれて、みんなで東京で広めてもらったり、口コミ、はい、口コミで、それ嬉しかったね。いや、もうそうですね、愛されてるし、もう次世代に絶対残さなきゃいけないあの場所だと思うんですよ。あります。親子二代で、そうです。はい。もう任せてあげたいんですけど、もうなかなか頑張ります。おじまだまだ元気なんで。あ、そうですね。そうですね。はい。あの60超えてるのを知ってびっくりしましたけど。60超えてますよ。もう倒れそうやからな。いやいやいや。まだ大丈夫。今って第3次ブームなんですか。あれそうなんでしょうね。なんかちょっと特殊、あれきっかけが特殊だったじゃないですか。やっぱこの、まあまあそうそうですね。でも僕はあの。はい、こういうお店に立つようになってから、はい、あのこういう流行り方したのを僕は今まで経験がなかったので、はい、なんかちょっとすごい特殊な流行り方をしたなっていうのはありましたけど、はい、2020年の売れ方って異常でしたよね。すごかったですね。あんなことはないよね。あの全部なくなるっていうのかな。
3月、4月、5月ぐらいですかね。そうですね、だって需要が高まって、はい、で生産できない状態になったじゃないですか、はい、その時は空っぽになりましたね。メーカーさんもそんなこと来るとは思ってないから。そうですね、いつもの在庫ですんで、はい、夏はそんなに売れないやろって、はい、頭でこういうの入れてきたんですけど、はい、全部空っぽになったんで、そうとかないから、なんかもう、物は問わないから、もうとにかくスケートボードっていう流れになりましたね、はい、ありましたよね、あれは。まあ、1年ぐらい経って、はい、今落ち着いたんですか。もう落ち着いてません、はい、まあ、去年、まあ、その好きになった子は一部は残って、はいはい、で、まあ、にわかみたいな人たちはちょっといなくなったっていうのコロナスケーター、ね、そうですね、で多分コロナスケーター、そうそうそう言われてます、ね、それをもう皆さん去っていきましたね。なるほど、あれは大人の子って多分なんか自分でも多分それが分かっていらっしゃるというか、そのやっぱ今しか仕事が休みにならないからとか、はい、今だけがその学校がちょうど休みになるからとか、はい、その時間にちょっとやりたいからっていうのでそのスケートボードを手にされる方も多かったと思うんで、はい、じゃあコロナの収束よりも早くコロナスケーターは収束してた。まあある意味 でそこでまあ本当にそのなんていうんですか、あこれは面白いと思った人は始めるし、はい、やっぱあんまりかなって言ったらその、はい、また別の子に譲ってあげたり、まあ、この田舎とかだったらそのもうちょっと俺やらへんでやるみたいな感じでその子供に渡したりして、ただその下の世代の子がこうあでもスケボーをもらったからって、いいですね、だからうまいこと回ってはいますけどね、いや今日もちっちゃい子すごく多いじゃないですか。多いですね、多いです。あのでうまいじゃないですか、みんな上手です。ちょうどだからそのスケート始めて2年からまあ1年2年ぐらいの子がまあ多いですよね、はいはい、あそれぐらいなんですか。そうです、うまいもんです。でもあんなにやるんですよ。こればっかりやってますからね。東京オリンピックからオリンピック種目になるじゃないですか、はいはい、B7 さんとしてはなんかそうそういう選手を育てるっていうか純粋に楽しんでもらいたいっていう方が強い。純粋に楽しんでくれっていう感じ。そうですね、うん、逆に言うとその子供たちが目指せる最大のフィールドっていうのができたわけじゃないですか、はい、それはいいことだと思いますけどね。そうだからそのオリンピックに出たいんやっていう目標があった上でスケートボードをする子が例えばいるとしたら、はい、それもやっぱ応援できますよね、僕らも。まあ、そうですね、だそういうのではありますけど、ね、はい、僕らの時代とかだったら世界大会ってなかったんで、はい、その本当にあの X ゲームとかもありましたけど、本当にもうちょっとそのやっぱ BMX とかの方がちょっと強いぐらいっていうか、確かにそうですね、そんな感じはありました。だからそのスケートボードのセクション、スケートボード専用のパークとかでやってなかったんで、はい、だから本当ヨーロッパの方の全国大会とか、はい、まあそのアメリカだったらそのパークの総本山みたいなのがありましたけど、はいはい、あのタンパとかそういうのがやっぱりその、あの目指す世界大会っていうイメージはありましたけど、はい、今ってそれがオリンピックっていうともう世界中のコンテスト祭典でね、ですよね、そんなのがそのまあ夢じゃなくなったっていうのは子供らにとってはすごくいい目標にはなるのかなっていう、その一つの漠然としてたとしても、まあ、憧れとして持つっていうのはすごく大事なことですよね、はいはい、でも僕らのスタンスはあのオリンピックにはあまり左右されず、あの、はい、この感じで、はい、でもそれぐらい頑張りたいんやっていう子がおったら全力でサポートできるなっていう感じです。サポートするし、はい、それも昔から変わらへんね、はい、いや、いいっすよね、ね、いや今日はね、いろいろ歴史とかもあの聞かせてもらえて、いや、もっとあのダグな部分を、ね、聞いてほしいですけど、いやー、そうですね、そうですね、はい、裏サイトで流します。もうね、もう、もうとんでもない話がいっぱいあるからね、あの、ボスこれ1回で終わんないですからね。ああ、そうなんですか。はい、年2回流そうと思って、もうやってください、どんどん、はい、取りに行きますから。マジっすか、すごい、はい、嬉しいですよ。だって、なんせやっぱ1回で最長15分ぐらいしか流せないから。ああ、まあ YouTube だって1回目なんてあの人がいるんですよ、ね、そうなんですよ、ね、で、はい、初回の放送なんて撫でるぐらいしか放送できないわけですよ、はい、そんなね、おとなしいキャラの人たちじゃないんで、はい、追っかけさせてもらいたいなと。もうこれであの酒でもね、飲めるようになったらね、もう皆さんが行って、そしたらもう、ね、はい、最悪なとこが始まるわけじゃないですか、はい、おーいみたいな、はい、それやってるとこ撮ってみますか。まあ、そんな島の B7 さん、はい、皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。